皆さんこんばんは。ジャーナリストの津田大介です。平日午後7時から放送しているポリタス TV、明日の午後7時までは無料で、それ以降は月額730円の会員にご登録いただければ、アーカイブはいつでも無制限で見られます。皆さんお好きな時間にご覧ください。番組ではその時々の時事問題や社会問題、メディア、テクノロジー、文化、芸術などについて取り上げるんですけれども、今日は何ていうか、全般的にこれ全てにね、なんかかかるようなテーマということも言えるかもしれません。まずですね、こちらをご覧いただければと思うんですけれども、はい、今日発売されて、今日アマゾンからも買いますし、本屋さんでも買えるようになりました。コラムニスト、小田島隆さんの再刊の歌というですね、この新刊があるんですけれども、本日は、この「再刊の歌」の著者であるコラムニスト小田島隆さんがゲストです。小田島さん、よろしくお願いしまよろしくお願いす。します。今日はね、生放送でやってますので、チャットなんかでいろいろコメントあったら、そのコメントなんかも質問を、ぶつけていければなと思います。最初に申し上げておきますけど、私今前歯が1本なくて、笑うと間抜けなんで、あんまり笑わないと思うんですけど、機嫌が悪いとか威圧してるとかそういうんじゃないんで、なるべく手加減して見てやってください。小田島さんのね、ラジオとか聞いてる人は、いつもの小田島さんだなっていうね、そんな感じで聞いていただけるとは思うので、よろしくお願いします。なんていうかね、小田島さんももう、物書きになられて、今何年ぐらいですか？84年ぐらいから、だから35年、ですよ36年ぐらいですか。ね。僕自身もいろいろ本出すようになってやっぱ思うんですけど、なんか、どれだけ慣れていても、やっぱり新刊が完成してきて、見本が来て、多分それが本屋さんに並ぶ瞬間って、なんか著者って落ち着かなくなるというか、ワクそうワでクすすね。るやっぱというりか。意味なく本屋行ったりしますね。ねえ、どこ？こういうとこは自分ながら初々しいなと思います なんかやっぱりね、平積みだみたいなとかでね、喜んだりみたいなのはあると思うんですけど、どうですか、今日発売日で、改めてこの本発売迎えて。今回の本は割と自分としては久しぶりに非常に思い入れの深い本で。っていうのは、いつも作る前のゲラの段階で自分なりにその作業に仕上げちゃうとこがあるんですけども、今回の本すごく読んで自分で面白かったんで、これはきっと久しぶりになんか読んでもらって、自信持って勧められる本なのかなっていうふうに思ってるんですよね。小田島さんって言えば、多分今一番有名なコラムの連載は、日経ビジネスオンラインの、週刊連載だと思うんですけど、あれは定期的に当然あの書籍にはなってるんですけれども、あれ、ウェブで初出の時からじゃあ結構、書籍になる時に意外と手を入れたりしてるんですね。そう、結構誤字脱字抜くだけじゃなくて、なんか時系列でずれてきたことを直したりとかって結構作業大変なんですよ。なるほど。でも今回はその作業がほぼいらなかったそとれいをね、う。全部竹田砂鉄氏に丸投げしたんで、ツイッターの性質上あんまり直したら意味がなくなっちゃうってことがあるそうでし、すよね。だからそのできたものをそのまま並べるっていうふうにして作った本で、これ皆さん意外に思うかもしれないんだけど、ツイッターって横文字で縦にザーってスクロールして流れてるのを我々見てるじゃないですか、どのクライアントでも。で、あれ縦書きの文字で紙に印刷してみると、なんか別の風景が見えるんですよ。これなんかもしかしたら我々の脳の仕組みに関係してるのかもしれないけど、横書きで書いてある日本語はデータとして見るけど、縦に書かれてると文字だと思うっていうか、なんか一種、文学とまで大言壮語するつもりはないんだけど、ちょっと同じ言葉でも縦書きで書いてると3割方立派に思えるんですよ。これはね、俳句でも短歌でも同じだと思うんですけど、一度縦に書き直してみるっていうのは大きなヒントだなということを今回思いましたね。また、だから僕自身もやっぱり思ったのが、そのツイートでどうしても、小田島さんの文章っていうのは、まさに何か一つのテーマがあったら、
それをもうあちこちからもう360度からいろいろな形でなんかつついていって、あ、実はそれでいろんなものが引っ張らされていったら、こんな風景が見えてきたみたいな、そういうコラムがやっぱり多分真骨頂の一つだと思うんですけど、でもそういうのって何ていうか時数が必要じゃないですか。そうですね。もうある種ネチ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 いろんなところがつついていって、ああそうだったよねってなるのが。ところがね、ツイッターって140字しかないから、そういう、ある意味では、小田島さんのコラムニストのそのネチネチ芸みたいなものっていうのがちょっと封じられちゃうみたいなところがあっでもて。言ってみれば原点に戻ったところありますよね。小学校の頃、小中学校の頃、なんか面白いこと授業中に思いついて、ちっちゃい紙に書いて、後ろの方で回してたみたいな。そういうネタができた時に誰かに褒めてもらいたくてなんか書くっていう、一番、コラムニスト以前の段階の高校の面白い生徒だった頃の原点に戻った感じが、だちょっからとあベテランのコラムニストが原点に戻って、その原点のピュアさがいろいろ詰まってるみたいなそうですね、ね、そういう本でもあるなと思いますね。で、同時にやっぱ思ったのは、小沢島さんのツイート僕も日々拝見させてもらっている中で、あの時にこれツイートで指摘したやつだとか、いじってたやつだなみたいなものが、それこそ1週間後ぐらいにね、日経ビジネスに掲載されたりみたいなっていう、ある種その思考だったり、コラムのネタのメモみたいにね、ツイッターを使そうわでれすね。てて、そういう私、こと初かめな。そうじゃなかったんですけど、やっぱりツイッターって自分でメモ代わりに何か思いついた時に全部公開のメモみたいな形で書いといて、で、原稿をやる仕事の時に、俺、この1週間どんなツイート返してたんだろうって、ツイログ見に行って、それで、あ、そうか、そうか、こんなことあったんだっていうのを、なんか、それでツイートからかを薄めて伸ばして、原稿に書き直すっていう作業をこの5年ぐらいやってた感じがするから、あれはメモなんですよね。だからもう、ある種、そのあたりが、もう、日々、ツイッターに向き合うことが、すごく仕事とね、多分、不そう可です分のね。ものになっていっ深たんで分しですね。創作メモみたいなところが、もう、この5、6年は間違いなくそうですからね。後で原稿にするつもりを、そのなんていうの、野心をも、野心の下心を持った風に書かれてるんですよ。で、だこれから、あとれこれでと。すね。で、かつてだったら、なんかその小田島さんのコラムの中に、要するにツイッターでの反応っていうのは入ってこなかったじゃないですか。でもそうあそる時期からたまにそのこういうことを言ったら、こんな反応が返ってきた、おかしな話だみたいな感じで展開するような、そういうの増えましたよね。それもね、やっぱりコラムを書いてる時に事前に反応が予測できるっていうのも、実はツイッターをやってることのお釣りみたいなところがあって、読者の顔が少し全部じゃないんだけど、自分のタイムラインの小さな穴から覗いてるだけなんですけど、でもそのいろんな角度からものが見られるのが、なんかツイッターの面白いところで、それがなんか、文章を書くっていう、本来だったらすごく根気のいる作業の中に、風穴を開けてくれたのかなと自分で思ってるんですけどね。まあ、じゃあこの「再刊の歌」はどんな本なのかというのをちょっとこちら、見ていただければと思うんですけど、まあ、武田砂鉄さんも、まあ、小田島さんよりもそうですね、多分、まあ、僕の1世代下ぐらいだから、もう、3世代ぐらい下ですかそうでね。すね、30年ぐらいしたんじゃないかな、30年でもないかな、25年ぐらいは下ですでよすよね。ね。まあ、それぐらい下の、まさに小田島さんの直系とも言える、コラムニストの一人だと思うんですけれども、武田砂鉄さんが、今回、そのツイートの、セレクトと、そして序文と解説を書かれていて、序文にこんなふうに書かれています。再刊の歌との書籍タイトルが示すように、2011年から2020年までのツイートを厳選した上で並べたこの本は、不安と失望と忘却が繰り返され、その中で積み重なっていく災いの変遷を捉えた一冊となった。もはや SNS のなかった日常を思い返すことが難しくなっているが、目の前の物事に反応しやすい、反応しなければならない、反応せざるを得ない、そんな SNS 向きの10年間だったのかもしれないという、まあ、本当にこの10年間の、なんていうか、まあ、空気とともに、こうやって言葉とか言論を商売している人間の、アンビバレンツだね。なんかそんな感情なんかも入ってる。まあいい条文だなと思ったんですけど。どうですかね。特にとりわけこの、目の前の物事に反応しやすい、反応しなければならない、せざるを得ない SNS 向きの10年ということは、小田島さんどう捉えてらっしゃいま私すはか。全くこの10年はね、ツイッターのおかげっていうわけでもないけど、
テレビ見なくなっちゃいましたよね。なんか時間が余った時に何で時間を潰すのかっていう第一候補がツイッターになっちゃったから、なんかどうでもいい番組でも流しとくかみたいなことをやめてしまいましたよ。まあツイッターって別にそんなに素晴らしい情報が入ってくるわけじゃないんだけど、なんとなくそれで時間が潰れるものっていうで、自分が発信するとかしないとかいうことは抜きにしても、あ、誰かがこんなこと言ってやがるみたいなことをぼんやり眺めていく対象としても、すごくこの10年の空気ってあそこから俺ほとんど吸ってたんだなと思うんですよ。やっぱりまあその、まあ、SNS が、まあ、SNS っていうか、まあ、Twitter ですよね、うん、まあ、Twitter がある種の、まあ、こういう言い方もあれですけど、社会の窓になっていたみたいなっていうのはありますね。そうですね、私にとってはなんか水の中で潜って生活してるような、閉じこも引きこもった生活してるから、あれがシュノーケルだったみたいな感じですよ、うん、ツイッターを通して呼吸してたって感じぐらい、外の世界、外界との、唯一のパイプだったんじゃないでしょうか。あんまり俺人付き合いする方じゃないし、世間にも出ないし、これだからツイッターってやっぱり厄介なツールなんですよね。もう今だといろんな問題点もあるし、うん、まあエイトスピーチの温床にもなっているし、フェイクニュースも流れるし、はいはい、まあなんていうか、もういい加減な人がデマ、適当にデマ言って言い切ったことがずっとね流れていって、それがなかなか訂正されないみたいなとかって、まあ、うんざりするところも正直僕もあるんですけど、うん、でもやめられないのはやっぱりツイッターってアウトプットのツールでもあると同時に、やっぱりインプットのツールであるから、だからもう大事なこととか自分にとってやっぱり興味があることっていうのは、やっぱツイッター見てれば必ずやっぱ入ってくるの で、 で私もフォロー、自分がフォローしてる人間って80人しかいないんですけど、うん、その80人が今日この事件についてどう言ってるかなっていうことをちょっと興味があるわけですよ、うん、その80人については。だけどテレビに出てくるワイドショーのコメンテーターがどう思ってるかなんて俺毛ほども興味がなくてその80人の方が私にとってずっとずっと広い世界みたいな気がしてるわけですよ。それきっと曲がった見方なんだけど、でもテレビみたいに希釈されて、それらしいやつが専門家にから毛を 5,6 本抜いたみたいなやつが出てきて適当なこと言ってるのよりは、私は自分が選んだ80人がどう思ってるのかの方が自分にとって重要だったりするわけですよね。それをみんながいろんな人たちがいろんなフォロワーを作っていろんなタイムラインを自分用に作ってるっていう、そのオーダーメイドの曲がった世界をみんなが作ってるっていうのは、これはもう一個外から見るとすごく面白いのかなと思ってるんですけどね、うん、僕がこの本読ませてもらった、まあ、感想いろいろあるんですけど、はい、まあ、一言で言うとすごく面白かったんですけど、同時にやっぱり、まあ、メディアをずっと見てきた、まあ、メディア研究してる立場の人間からするとですね、うん、まあ、ツイッターってこれ、まあ、佐哲さんが、ね、書いてるみたいに、すごく目の前のものにパッと反射神経で反応して、まあ、いろんなことを言っていくものじゃないですか。ただ、僕、まあ、僕が書いてるのはコラムとかエッセイではなくて、やっぱり時事ネタに対する評論が多いので、時事ネタの評論みたいなのってすごく古びるんですよね。3年後とか5年後になった時に、はいはいはい、ちょっとこれ別にその時はそうだったかもしれないけど、今読んでもあんまりないよねっていうのがあって、でこの本も多分かなり5割6割5割近くはやっぱり時事ネタで事件とかがあって、それに対する反応をまあ発展させた方ものが多いにもかかわらずですね、まあ、この10年間のまあ流れとして見てももちろん分かりやすいし、なんていうかですね、あれなんでこんなにアップトゥーデートなんだろうなと思ったんですね。つまりツイートが9年前8年前のものであっても、まあ今に至るやっぱり普遍性がちゃんとあって、それはやっぱりなんか時事問題 に対してのそれこそテレビコメンテーターみたいなコメントをしてるんではなくて、時事問題をネタに、まあ、小田島さんの中で一人オールギリをして、そこからやっぱり展開されているっていうところ、だからこれ本当に10年後見ても20年後見ても時代の貴重な記録として読めるだけではなくて、あ、小田島隆というコラムニストはこういうことを大事にしてたんだなっていうことが詰まっている。すごく そこまで褒めていただかなくてもあれなんですけど、私がその古びてない理由の一つは、そのうまく言えたっていうこともあるのはあると思うんですけど、ものによってはね、それとは別にこの10年間はちょっと特殊な10年間で、
同じようなことが繰り返し起こってた10年だと思うんですよ。そうですね、だからあの何かにそれ盛りかけ問題みたいなのに反応したとしても、これと似たようなことがずっと起こっててまた起こってるわけですよ。だからあの時小田島がこう言ってたことって、この昨日起きたあの事件に対するコメントとしてもそのまま使えるよねっていうのが結構あったりして、それは俺のコメントが優れてたんじゃなくて、我々がいかに同じことの繰り返しの中で翻弄されてるのかっていうことの表れだとも思うんですけどね。まあ本当に時代が小田島さんにこれを書かせてしまったというところがあるのかなとは思いますね。で、小田島さん、後書きでこのように書かれています。まあこれ本のね、紹介とか帯なんかでも使われてますけれども、2011年から2020年に至る10年の間に自分が最も時間を投入した作業は一文にもなくツイッターだった。私はこの10年間寝ても覚めてもツイッターにどんな言葉を書き込んだらウケるのかということばかり考えていた。そして、読んでもらえればわかるプロの文筆家が10年間心血を注ぎ続けて積み上げた仕事はどうしたって高くそびえることになるのだ。私は普段あんまり自分を褒めるタイプの人間ではないのだが、今回ばかりはしてもらう、本書は大傑作であると。でもね、本当に、おっと思ったんですよね。確かに小田島さんがこの本は傑作ですよ、皆さん読んでくださいっていうのって多分相当珍しいなと。そう、もう多分15年ぶりぐらいですよね、そういうふうに自分の本をしきりに周りに進めているっていう姿っていうのは、でもこれはやっぱりなんでしょうね、武田さんのやっぱりセレクトもすごく、そうですね、やっぱり武田さんがうまくすごく救い取ってくれたなっていうところはあり、だって言ってみればなんか計算してくれましたけど、編集者さんが 4% がそこららしいんですよ、書いた量の、うん、でそのあと 96% は捨ててるわけなんですけど、その 96% の中の半分以上は本当ゴミですから、そのゴミの山の中から石ころやら宝石やらいろいろ混じってる、玉石混交っていうとまだいいんだけど、本当にゴミの山の中からとりあえず石の形したやつを選ぶのでもう大変だし、まあ、大変な作業だったと思いますよ。私は自分じゃできないんですよ。でもあれですよね、これ小田島さん自身がね、後書きでも書かれてますけど、やっぱりすごく本として傑作に仕上がってる一方で、まあ、小田島ツイッターの魅力はそれだけじゃないよなっていう、時に本当に唐突に挿入されるやっぱりダジャレだったりとか、まあ不謹慎でギャグだったりとかっていうのがあって、ね、うん、まあそういうのは、まあ、変な話ですけど今回とても控えめですよね、本の中では。そうですね、本当はもっとバカネタがすごく割合としては3割ぐらいあるんだろうけど、この本の中では1割ぐらいでしょうかね、バカなネタっていうのは、うん、まあ、だからこそね、そこが厳選されていて、なんていうかツイートでパッと出てきたらパッと普通にね、なんか見て笑っていたようなものが、なんか他のね深刻なそのツイート、まあ、社会っていうのはこうなってるよねっていう中で見ると、なんていうかもっとそれがアイロニーというか、なんかより物悲しく、なんか問題提起のようになんかそういう見えてくるみたいなってありますよね。あとはその言ってることは実はこの本の中に入っていることは同じことの繰り返しだったりはするんですよ。同じことをいろんな言い方で言ってるってことが実はもしかしたら売りで、言ってること自体はそんなに 何百種類もないんですよ。多分分類すれば10種類ぐらいのことを私は繰り返し言ってるわけですよ。でその10種類のことを違う言い方で言ってる、日本語におけるものの言い方のサンプル集という意味の読み方が案外面白いのかなと思うんですよね。だからこれを言うときにどういうレトリックで言うのかと、どういう角度から言うのかって、その言ってること内容そのものは民主主義って大切だよねっていうすごい月並みなこと言ってるんですよ。だけどそれを民主主義って大切ですよって言ったら、それこそ何でしょうね、福島みずほさんと同じことになっちゃうんだけど、その真正面から正しいことを正しい言い方で言ってるだけだと誰も読んでくれないっていうのが、この10年に限らないけど21世紀に入ってからの左側の人間たちが苦しんでるところだと思うんですよね。なんかチャットでこんなこと書いてますね、ツイッターで受けるためじゃなくて言いたいこと言わずには入れられないことを書いてる感じがしますっていう、そんな見方もありますね。
まあ、やっぱりね、なんかいろんなこと、まあそうですよね、今、まあ、左側の人がすごく苦しんでるっていう話もあって、だから小田島さんとしても、多分その政治的な立ち位置みたいなものを、多分以前から比べて小田島さんが僕はそんな風に変わったとは全然思わないんですけれども、でもなんか時代の方がどん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 変わっていっ私て。は同じ位置にいて、実は20年前までは霊障、今で言う霊障系ってやつやってたわけですよ。霊障系って言い方も変な言い方ですけどね、でも、なんて言うんでしょう、ちょっと俯瞰的、総合的な位置から左右で揉めてる人たちを笑うみたいなのが霊障系の立ち位置だと思うんですけど、私はコラムニストって本当はそういう俯瞰的、総合的なものの言い方のを提供するのがコラムニストっていうものの本来の商売だから、私はそれをやってたんだけど、この10年地上に降りざるを得なくなったんですよ。その高いところから、その鷹とかワシが飛んでるような高いところから世の中を見て、君たち何を焦ってるんだいなんてことを口頭的に言ってたのが、今地べた降りて鳥なのに足で歩いてるって感じが自分でしてるんですけど、それがなぜ私がそんなことしなきゃいけなくなったのかって言って、世の中が荒れちゃったからですよね。で、右側にだらっと寄ってしまったんで、結果的に私左側に立つことになっちゃったけど、別に私左翼でも何でもないと自分では思ってるんだけど。多で、あ分とだもかし、ら、あれですよね、小田島さんの多分90年代ぐらいの、まあ、ある種ね、かっこつきな、その霊障的な立ち位置っていうのは、どっちかというと、まあ、保守的なもの、そうです。だから、自由だって解釈されてたところもありましたよね、おそらく。当時の左の人たちからは、のんぽりの右寄りの人間だと、右寄りとまで思われてないけど、右側に、なんて言うんでしょう、益する人間というのか、右側に結局、利益になってしまうようなお前の発言ってそうなんだよって言い方をされてたりしましたよね。だからその当時で言えば、まあ、ポリティカルコレクトネスなんていうね、言葉もあんまり広まってないような時に、まさに今で言えばそういうポリコレ左派的なものに対して、まあ、ある種、それをからか総っ合てたわ的、けで俯す。瞰的だとか、冷や水浴びせるようなコラムとかも書かれてましたもんね。ただ、私がすごく懸念して、そっち側の今、どちらかというとポリコレ派だったり、派ではないですけども、あと人権だとか平和だとか良心だとか良識だとか学術だとか、あるいはアートだとか、そういうものの見方をしようっていう立ち位置に気がついたら立ってるわけですよ。で、それってなぜそんなことを俺みたいな本来そういうことやるのに似合わないやつがやってんのかっていうと、これは私も自分も含めてなんだけど、左側の人間、あるいはリベラル派の人間が全員つまんないやつばっかりになったってことの自覚があるんですよ。それはなぜかっていうと、人権とか平和とかアートとか学術っていうのは、まっすぐ言うとすごく説教臭かったり そうですね。退屈だったり、いい子ちゃんぶって見えてかっこ悪いんですよ。で、右側じゃないにしても反ポリコレだったり反人権だったりする立ち位置を取ると、遠慮なく本音が言えて、自分の偏見みたいなものを露骨に口に出せるわけですよ。そうするとギャグを言うとか誰かを笑かすとか、何かをめくってほら面白いだろうってやるときには絶対彼らの勝ちなんですよ。で、それがこの20年世の中が右側に傾いていったっていうのは、実は私は原動力はお笑いじゃないかと思ってる。で、何か面白いことありませんか、何が笑えますかっていうことを追求していくと、気がつくと右側に行っちゃうんですよ。だから左側から笑う方法を暗室しなきゃいけないって苦しんで取り組んでいたのが、私のツイッターの10年だったと。 まあ大げさに言えばそういうことですよね。でも今のね、小田島さんのご指摘は本当に、なんていうか、いろいろ示唆的で、まさにその日本がの、まあ、重心がね、ちょっと右側に寄っていったものの、なんていうか、まあ、多くのね、多分普段は政治のことを考えていない人たちの無意識に働きかけたのが、まあ、お笑いだったんじゃないかっていう指摘、でもそれは、そのお笑いのね、日本の総本山でもある吉本興業が、
まあ、安倍政権と近かったりとか、あるいは維新と非常に親和性が高かったりっていうこと、多分それと確実につながっていますよね。だから学校の教室があってね、前の方に勉強のできる子たちが集まって黒板室に移してると、で後ろの方にちょっとヤンキーがかった悪い子たち、あんまり勉強好きじゃない子たちが集まってて、紙くず丸めて前のやつの頭に当ててるみたいな、ちゃんと授業を受けてないと。で一体その授業の中でなんかジョークを飛ばしたり誰かを笑かすために変なことをやるっていうのは後ろの方の子たちですよ。でその後ろの方の子たちのやるギャグの方が面白くて、前の方のやつが勉強はできるかもしれないけどおよそ面白みの、ろみのないやつだっていう空気が、これ不思議なことなんだけど1990年以降かな、2000年以降かな、できちゃったんですよ、うん、でも実は私が学生だった頃あるいは子供だった頃は面白いこと言うのは頭のいい子だったんですよ。これをみんな本当に忘れてることが私は悔しくて、うん、勉強のできる子のジョークの方が勉強のできない子のジョークよりも高度で教養があって深みがあって面白かったはずなんですよ。だからみんな勉強 しようと私なんか思ったわけで、だけどある日から優等生ってやつは面白くないぞと、あいつら建前しか言わないぞ、あいつら先生に褒められる人権だの平和だのっていう説教しかしてないじゃんっていう話にどこからなったんでしょうね。これ漫才ブームからこっちかな、うん、僕だからもう一つね、そのこの本でも割と何度も繰り返し多分指摘されていることでもあると思うんですけど、はい、まあ、いわゆるその、まあ、霊障的なスタンスで、はいはい、匿名でねいろいろ言うツイッターの人たちって確かに、はい、まあ、実名の人もいるんですけど、僕やっぱりツイッターっていうこの装置の特徴みたいのがあると思うんですよね、はいはい、なんていうかツイッターってやっぱりリツイートとかでねどんどん広まっていって、まあなんか意見がどんどんまとまってハッシュタグでまとまって、うん、局にやっぱり局にまとまり局化していきやすいという特徴がある。でもなんかやっぱりある方向に局化して、うん、バーッと盛り上がるとそれに対してやっぱり冷や水を浴びせる逆の局みたいなものに対しての反発力も生むようなところがあって、はい、うん、常にだからいやこれどう見ても常識的に考えてアウトでしょっていうものであっても肯定するような人が出てきて、その肯定するようなものがたくさん支持を集め、さらにはまあそこがデマだったりフェイクニュースが絡んでたりみたいなのもあるんですけど、うん、まあ、何が言いたいのかっていうと、うん、つまりだから逆張りとかね、うん、まあ、コラムニストってある種、まあ、霊障的な逆張りみたいなものっていうのはある種の、うん、まあ、一つのコラムニストの技だったりとか、うん、まあ、道具立ての一つだったと思うんですけど、かつては。でもなんかツイッターって常に逆張りこそがあって、その逆張りをしたものに対していっぱい RT が集まるってことによって、まあ、手軽に承認欲求が得られるっていうことで、かつては本当に、まあ、なんだろう、情報発信は、ね、ネットではなかったからこそある種限られた人しかできなかった、まあ、そういう技芸だったものがですね、もうお手軽にこのコラムニストがかつてやっていたような逆張り霊障みたいなものというのをできるようになってしまった。しかも140字だとボロも出にくいみたいなところがあって、うん、それで広まっていって娯楽、つまり逆張りがなんか娯楽化しちゃって承認欲求と結びついちゃったことによって、うん、言論環境が歪んじゃってんじゃないかなと思ったんですよね、うん、それはこの改めてそこに間違いなくその通りだと思います、うん、小田島さんの方読んでね気づいたというか、もう一つね、そのことに関して今匿名の話が出したでしょ。で実はコラムっていうのは発祥からたどっていくとアメリカの新聞コラム、アメリカって地方紙が州が50ある分新聞が50あるみたいな、ま、町に1個ずつ2個ずつかな、民主党系と共和党系と新聞社があって、地方紙が100ぐらいあるわけですよ。ボストングローブだったりシカゴトリビューンだったり、ワシントンポストだったりっていう、でその新聞の数だけ専属のコラムニストがいるわけですよ。そうですよね。で、コラムニストって何をやるのかっていうと、新聞っていうものがジャーナリストの立場でもって、個人名じゃない新聞社の分析で書いている記事っていうジャーナルとは別の個人のものの考え方の俺はこう思うぞっていうのを I think that っていう
書き方で書くのがコラムだったわけですよ。ということはコラムって匿名コラムってありえないんですよ、アメリカ的には。で、あの日本では日本って不思議な国で、天声人語って天の声で人の語ってなってるでしょ、うん、であれ私って人も絶対出てこないんですよ。そうですね、だから認証代名詞使わないでコラム書いてるんですよ。で、うん、本当は匿名コラムってあっちゃいけないはずのもので、コラムって個人の意見って意味を多分に含んだものだから、うん、匿名エッセイはありえても匿名コラムはありえないんだけど、あのでコラムニストが霊賞をする、あるいは社会批評をする、うん、でなければその高い位置からの俯瞰的総合的なご意見を垂れ流すっていうのは、個人の名前で個人の意見で個人の動詞でそれを全部個人の分析において引き受けてるっていう責任とリスクテイクの問題だったわけですよ。だから霊障的なことを言っても誰かをからかっても、それを言った責任を俺は自分の名前として取るんだよってことが担保されてるからコラムって成り立ったわけですよ。でツイッターっていうのはそこを匿名にしちゃったでしょ。だからその言論っていうのが、名前のついてない言論が垂れ流されてるっていうちょっと異様な状況ができちゃったわけで、これがまたあの日本人の不思議なところだと思うんですけど、あのアメリカだとツイッターでもあんまりまるっきり匿名でもないんですよ。でっていうのは、彼ら匿名で発言して褒められても全然嬉しくないようなエゴの強い人たちだから、やっぱり自分で名乗っちゃうわけですよ。でも日本はなぜみんな匿名なのかっていうと、日本社会全体がものすごく同調圧力が高くて、さらに組織に属している人間が何か失敗をすると組織が責任を取らなきゃいけないような社会構造なわけですよ。だから例えば、三菱商事の人間がツイッターでバカなこと言ったら商事会社の広報が謝るっていう、なんかそういうふうにできてるじゃないですか。ということは、あのどっかに所属している人間、どこかを代表している人間は実名では発言できないわけですよ。あの自分の所属先に迷惑かけるからっていう、異様にその物の言えない社会だからこそ匿名で物を言うあの場所がすごく活発化してるってことがあるのかなと思って、で本来日本の社会って物が言えない社会だから、みんなあの飲んだ時に、酒飲んだ時にスナックでしか本音言わないんだけど、それが酔っ払ってなくてスナックじゃなくて本音が言える場所がツイッターとして用意できたのが、これが流行った理由なんじゃないかなと思ってるんですけど、ね、その意味で言うとですね、いくつか僕も気になるツイートを抜粋してたんですけれども、はい、こちらですね、まさに今の小田島さんの話がツイートで、うん、ワンツイートでバシッと言われてますね。SNS を、利用する上で難しいのは、攻撃欲求を発散させるためには匿名の方が有利である一方で、承認欲求を満たすには実名の方が好都合なことだ。で、多分大事なのは一番三つ目で、最も恥知らずの嘘つきは両方の欲求を同時に満たすことができるっていう、こういう人たちにやっぱ今、恥知らずの嘘つき向けのツールなんですね、こいつ、これってね。うん、だからなんていうか、もちろん実名の人がうまく使うこともできるし、匿名の人が匿名なりに楽しむこともできるんだけれども、ただ味知らずの嘘つきが一番なんか居場所を与えてもらえてるツールの場所でもある。彼らにとって一番居心地のいい場所なんですよ。で、うん、私は実名でやってることを時々匿名を批判してると思われちゃう とこの後すごく荒れて嫌なんですけど、別に匿名を攻撃してるわけでは全然なくて、うん、Twitter って匿名が引き込んだと思ってるんですよ。うん、で実名の人間が時々変にお前実名だからって偉そうにすんなって言い方をされるのは、神経に触るんだと思うんですよ。実名でツイートしてる人間って、お前宣伝してるんだろうと、お前本売りたいから実名でやってんだろうとか、お前みたいにメディアに名前出してやってる人間にとってはメリットあるかもしれないけど、俺みたいな普通のサラリーマンには何のメリットもないんだから匿名に決まってんじゃないかって彼らが思うのは完璧に正しいんですよ。っていうことは、ツイッターの中で実名でやってる俺とか津田さんは、プールサイドにスーツで歩いてるようなやつなんですよ。うん、みんな水着なのに。なんでお前だけネクタイしてスーツしてここ歩いてんのって、プールサイドでネクタイしてるやつみたいにいけすかないやつだっていうことは、自覚しながらツイッターやんなきゃいけないなってちょっと思ってるんですけどね。
だからこれあれですよね、やっぱり決定的に2チャンネルと違うことは、2チャンネルはやっぱりすべて匿名で、七七三の一そう部だっでたので、お、お前、うまいこと言うじゃんみたいなもので、まあ、それでたまに承認欲求乱されたとしても、それが継続、永続しないんですよね。あくまで一回こっきりの話なんですけど、でもこのツイッターで匿名アカウントをやっていくと、匿名性のある種、まあ、身の身隠れながらいくらでも過激なことを言って承認欲求を満たしつつ、中間的な位置として匿名固定ハンドルってやつですか？そうですよね。ね、有名固定ハンドルアルファみたいな立ち位置が一番気持ちよく関われるとこなのかもしれないですけどね。まあ、なんていうか、でもあれって、まあ、ゲームで言えば、無敵モードでなんか ゲームやってるみたいな感じがあって、そうですよ。だってそう、コンいトや、ローそんラーな逃げちゃえばいいわけです。そう、匿名で過激なことで逆張りなみたいなことだけやってれば、いくらでもそんなもん簡単すぎてできるよななんていうね、思っちゃうけど、まあ、でもそれを、まあ、やらないじゃないですか、やっぱりでもね。実名でやってる、似たようなことやってるやつって、必ず凍結されて、2、3回蘇ったりしてるでしょ？そうですね。ここで名前出しちゃうと、山本一郎みたいなやつとかって。そうですね。ね。まあ、だから結局そういうような人が、でもやっぱりファンがね、やっぱりいるから、それが生き延びられることができるっていうようなね、そういう場所まあ、でだもから本当、アルファっていうのはすごく、なんて言うんだろう、新興宗教の教祖みたいなところがないとやれない仕事ですよね。ホリエモンなんかでもあれ、教祖的な何かでしょ？まあ、だからもう降りられなくなっちゃってる感じがあるのがね、やっぱ辛いですよね、あそれこ。もう、信者がついちゃってる以上、あれやらざるを得ないんでしょうね。まあね、フォロワーなんか増えても本当にいいことなんかないいでこすとなんからかないんだけど、あとそれを商売にしちゃった人っていうのは、ツイッターに、みたいな、なんて言うんでしょう、その、オンラインサロンを主催者みたいなものに変身してっちゃった人間って、後戻りが効かなくなっちゃうでしょ。あれはね、なんて言うんだろう、人生狂わされちゃった人間かなと思いますよ。だから酒の飲み方間違ったやつと一緒ですよ。でもそれあれですよね、私は本当になんか、ツイッターを見ていて、知ってる人とかがね、ああ、ツイッターにの毒に、なんだろう、ああ、回って、あ、なんか遠いところで行っちゃったな、みたいなのを見た時の、なんとも言えない感じってやっぱありますよね。そう、あれだから、お酒も普通、息抜きに飲んで、たまにストレス発散で酔っ払って、酔いが覚めると正気に帰って、ああ、俺昨日酔っ払ってバカな俺言ってたなって言って、ちょっと反省してっていうところで、普通に飲めてる人は問題ないんだけど、その酔っ払っちゃった境界線の向こう側でしか世間と関われなくなっていくっていう人間が実はアルコール依存なわけで、私もそこに長いこといたんですけど、ツイッターもやっぱりある依存を起こしてしまって、ツイッターの中でむ、あの、なんだろうな、暴言モードみたいなことが受けちゃったようなことの快感から抜けられなくなると、依存を引き起こすと思いますよ。ギャンブル依存も実は、競馬で当てた時とか、麻雀で役満があった時に、なんかセロトニンだかなんだか、ドーパミンだかなんかすごいのが脳内麻薬が山ほど出るらしいんですけど、それに刺激するんですよね。脳の中に変な回路ができちゃうんですよ。私もそれはツイッターについては私依存体質だから、アルコールにもハマったし、こいつにはあのそんなそういうハマり方したくないなってことを時々我に返んなきゃいけないってことを思ってますよね。僕でも、やっぱり今回本で改めて読ませてもらって、まさに依存にならないために、小田島さんはこの10年間、ずっと同じルール、テンションで、ツイッそうターをです使ね。い続けてたんだなっていうふうに思いましたね。実名でやるってことは、ちょっとその9時5時で会社に出勤するのと一緒で、歯止めにはなるんですよ。サラリーマンの中、毎日出勤してるサラリーマンが本当のアル中に、まあ、なるにしても時間がとてもかかるのは出勤してるからなんですよね。で、自宅で働いてる人間とかは本当5年でなっちゃうんですよ。アルコール依存にたった5年あれば。でもサラリーマンになるのにはやっぱり15年ぐらいはかかるんですけどね。だから実名でやるっていうのは一つその
変な依存に陥らないための予防線にはなるかなという気はしてます、うん、はい、ちょっと他のツイートもぜひ見ていただけると思うのが、はい、これは結構ですね、まあ、僕なりの文脈でこれ大事な指摘だったなと思ったのが、まあ、ちょうど2011年震災から5ヶ月後ぐらいですよね。だからまだ要するにこれから原発がどうなるのかみたいなものとかもわからないし、すごく報道機関も混乱してた時期だったと思うんですね。でその中で報道機関の強さの一つは苦情慣れしているところにあると。インターネットが動き出す以前から放送局や雑誌の編集部には毎日大量の苦情が押し寄せていたわけだから、こういう時代になった以上マスコミは苦情対応のコツを一般企業に向けて公開すべきだと思うということで、これはね僕やっぱりハッとしましたね。というのも去年愛知トリエンナーレの経験があって、そうですね、あれはで、あの時に実はまあ僕朝日新聞で毎月今論壇辞表というのを書いていて、はいはい、やっぱりまあその担当の人とかと話をした時に、あれ一時期愛知県がクレームの電突の電話の音声を公開するってやったんですよね、はいはいはい、公開するっていうのやってて、まあ、途中で引っ込めたんですけど、まあ、それ聞いたんですけどひどかったんですけど、うん、まあ、なんていうかその新聞朝日新聞の人が聞いたら、あ、音声どう思いました、うん、紳士だなって言ってましたね。そうですね、クレームがね、要するにもう、ね、まあ、要するに公務員からしてみたらそんなクレームなんてほとんど慣れてないから、みんなものすごく傷ついたし大変なことになっちゃったんだけど、まあ変な話、朝日新聞日常的に来るもの、あるいは2014年にあの慰安婦問題の報道があった時はもう本当に大変だったらしくて、吉田調書の時だとかって低かったでしょうね。吉田調書、吉田証言問題でね、うん、なった時で、あの時にまあ皆さんやっぱりそういうのに日常的に出ていたっていう経験があったら、まああんなもんじゃなかったってっていう話を聞いた時に、もちろんそれで要するに公務員がだらしないとかそんなこと言うつもりはなくて、うん、そうではなくてあまりにもやっぱりそういうことって不可視化されていたし、本来だったらどうやってそれを処理するのかっていう、うん、マスコミにこそそういうのが実は溜まっているし、それは本当にシェアされることので、そこがちゃんとノウハウとして提供されることによって、まあ、守れるものがたくさんあるなっていうことを思ったので、だからもうそれにもう当然この書かれた時は相取りなんてね起きてもいないわけで、うん、小田島さんがだからちょっと予言的にこういうこと書いてたんだなって思いました ね、うん、確かにマスコミの企業の人間って苦情にすごく強いですよ。彼らびくともしないですから、伝統ぐらいのことではっていうのは、私がそれこそ20代の頃にTBS のアルバイト君やってた頃に苦情の電話ってアルバイト君が受けたりするんですよ。そうすると本当におよそひどい電話がかかってきてて、でもそんなの全然上の方の連中は気にしてないっていうか、苦情って来るもんでしょって言って やってるのがマスコミっていう仕事で、それをだから2チャンネルで苦情を出す連中が作ってるスレッドだとか見ると、マスコミの連中ってカエルの面にしょんべんだから、苦情を持ち込むんなら一般企業がいいぞとか、スポンサーに苦情を持ち込むのが鉄則だぞみたいな変なことを彼ら学び始めたんですよね。毎日新聞のワイワイ事件以来ですよね、それが、うん、もうどういうことだね。あ、そうですね、そうあれ、そうだ、あれがきっかけですね。ですよね。で、一般企業のそのスポンサー企業って電話3つぐらいで怯えちゃうんですよ、すぐ。そうなんですよ ね嘘みたいに怯えちゃうんですよ、うん、だからお役人なんかが苦情電話100件でもうすっかり仕事ができなくなっちゃうっていうのは、マスコミの人間からしたらもう100件なんて普通でしょっていうことだと思うんですけど。そうなんですよね、うん、なのでまあそんなことを思い出させていただきました、はいはいはい、あとはこれもいいですね、実生活でもネット上でも我々は思っていることの半分しか言葉にできないわけだが、別の見方をすれば言えない半分を背負っているからこそ言葉を重さを持っている。そういう意味で言いたいことを全部言えてしまう環境の中から発せられる匿名の言葉は私は本当の言葉だと思わない。口から外に出る言葉よりも口に出せずに飲み込んでしまった言葉の方がずっと切実だってことだよ。俺の未遂ツイートがどれだけ放送であるかについては死後誰かが発掘した上で検証してくれたの。これちょっと野暮なことを承知で聞きますけど、未遂ツイートってなんかメモとかにしてるんですか？ね、実はね、Google の、メモあるじゃないですか、はいはい、これか Google、Google Keep っていうありますね、本当にメモ。俺ここにね、
時々これは いきなり書いたらまずいかなっていうのを一応キープに書くんですよ。あ、そうなんだ。あ、じゃあ本当に未遂ツイートをクラウドに保存されてるんですね。でね、あのやっぱり個人名を非難してるやつだとか、うん、あのはここにとりあえず書いて、あの半日置いてもう一度読んでみたら、これ書け、これあの投下したら炎上間違いないやとか言って、うん、未遂になってるのがいくつかありますよ。で、未投稿ツイートっていうメモがあって、そうだな、結構の量があるっちゃありますね。でもこれチャットではそれを書籍化しましょうっていろんな人も書いてます。いや絶対できないです、これは間違いなくできない。ひどいことが書いてあります。なるほどね、いいですねそれは。でもね、これ本当に大事なことだと思うんですよね。やっぱりこの、うん、そう思っていることの、要するに言葉にあえてしないことにいろんな本質が出るみたいなことたくさんありました、ね、あの全部思っていること言っちゃうのは本当3歳児までですよ、うん、やっぱり5歳小学校入ってからになるともう一応社会っていうのの中の人間になりますから、思ったことはあんまり全部言うもんじゃないよっていうのが人間が大人になるってことですからね、うん。でまた逆に思ってないこと、言わなかったことによってその人の多分人間性みたいなものが現れたりするわけですけれども、うん、やっぱツイッターの良くないところっていうのは、ツイートってやっぱりその人の一部分をスライスしたものに過ぎないんだけれども、でもなんかそのツイートのいくつかみたいなのを取り上げて、こいつはこういう人間だっていう、うん、とてもすごく分かりやすいレッテル貼りに使われてしまう、うん、いやむしろツイートしてないところにその人の本質が、ツイートにももちろん現れてるけれども、ツイートしてないときに何やってるのか、どんなことやってるのかっていうことで、やっぱ考えないとやっぱ人間の評価ってできないですもんね。だから反射的に出て、あの何かひどい言葉を見たときにこっちもひどい言葉が出てくるじゃないですか。あのでそれを書いちゃったら敵と同じとこに落ちちゃうから、まあ、やっぱり黙ってミュートしとこうみたいなところになるんですけど、そのミュートなのかブロックなのか、そういう安全策がないとこれ無理なツールだと思いますよ、うん、ですよね、はい。あで、まあ、おっと僕もやっぱり読み返して思ってたのが、2013年の、ね、2月に、まあ、ネット上に殺害欲望の書き込みをした人間は逮捕起訴されて実刑判決受けている、一方良い朝鮮人も悪い朝鮮人も殺せみたいなプラカードを掲げて新大久保の街路でも行進した人たちはおとがめなしだったりする、不思議な国だよと、うん、まあなんていうか、まあ、小田島さん流というか、まあ、短足みたいな形でこれを言っているわけですけれども、ただまあやっぱりつまり、まあ、このまさに2013年ぐらいからネットでそれまで活動してた人たちがリアルなね、こういう新大久保とかでデモを始めて、うん、しかも排外主義的というかもうありえないだろうみたいな、そういうような主張を言い始めた。海外だったら一発で挙げられる人たちなんだけど、日本の法律だと特定個人に対する殺害予告は一発で逮捕起訴されて臭い飯食べることになるんだけど、朝鮮人みたいな集合になると誰かを特定して害、うん、殺人予告してるわけでもなければ特定の誰かの名誉毀損にもなってないから、うん、適用できる法律がないってできたのがヘイトスピーチなんとか法なんだけど、それもまだまだ捕まえて刑務所に放り込めるような法律ではないんですよね、うん、これは本当不思議なことですよ。そうですよね。だからでもやっぱりこれかなり、だから実は早い時期だと思うんですよね、ネットでのこういうヘイトスピーチとか、うん、こういう新大久保のデモとかに多分社会が注目し始めたのって多分これの 1,2 年後ぐらい、もちろん報道機関とかは取り上げられてたけれども、ね、結構深刻な問題として取り上げられたのは、うん、本当に2015年ぐらいという記憶があるので、2013年の頃はまだヘイトスピーチっていう言葉はそんなに一般的じゃなかったんですけど、うん、それが力を持ってみんな、あヘイトスピーチってのはこういうことなんだっていうのが2015年ぐらいにはいろんな人に分かったんだけど、うん、今2020年になってみるとヘイトっていう言葉が日本人へのヘイトはやめてくれとか、うん、弱いものが強いものに口答えしてもヘイトって言われちゃう、なんかそういうふうに言葉がもう無効になっちゃいましたよね。本来のヘイトスピーチっていう言葉の何て言うんでしょう、差別扇動な発言みたいな意味合いが薄れて、ただの悪口っていうぐらいの意味でヘイトってみんな言っちゃうでしょ、うん、これはやっぱりなんかいろんな
この手の新しく出てきた言葉がどんどん意味が拡散していったり、あるいは逆に変化になっていったりして無効になっていくっていうのをツイッター見てるととてもよくわかることだったりし、自分のツイート見てもあこの時はこういう意味で使ってたんだなっていうのと、あの10年後に見る意味が少し違ってる例をいくつか観測できますよね。なるほど。これやっぱりでも小田島さんもこの7年ぐらいでこういう、まあ、ネット上もねだいぶあのひどくなった部分と、まあ、ある程度そこに対して手当てが始まった部分と両面あると思うんですけれども、小田島さんの中で、まあ、こういう差別の問題とかこういうものに向き合う感情が変わってきた部分ってあったりしますか？私はね、その差別が可視化されたのはいいことだと思うんですよ。この在特会みたいなやつが出てきて映像として、あこういう差別してる人たちがいるんだってことが、あの今まで陰湿に隠れて差別って行われてたのが大っぴらにやるやつが出てきたでしょ。でそれってあの一般的に見ればあの国が荒れたことでもあるし、差別が表面化したことでもあるからいけないことなんだけど、でもあこういうひどい差別があるんだっていうことを YouTube の映像なりでみんなが見るようになったっていうのことそのものは実は学習効果としては悪いことじゃないというふうに思ってて、もう一つは、愛知トリエンナーレであのまさに津田さんがあの表現の不自由展っていうちょっと挑発的なタイトルでやってみせた、あれに対するどうにも差別的な反発があれだけ集まっているんだっていうことと、あれに対して、高名な医師とあろうことか大阪名古屋の市長が乗っかって、リコール運動を引き起こしてるっていうことの、 あのこの SF 人みたいなバカな話っていうのが起こったじゃないですか。であれは、あの嘆かわしい運動だしひどい署名だと思うんだけど、でも日本ってこういうことが我々の住んでる社会って一歩間違えるとこういうことを引き起こす人たちがいるんだよってことを、教えた、なんていうの、炭鉱のカナリアじゃないですけど、うん、意味ですごく意味があったことだと私は思ってますよ、うん、あのまま問題提起がなかったら誰もそのやばい人たちがと我々が共存してるんだってことに気がつかなかったかもしれない。でまあね、あれですからね、名古屋市長は、多分あと3、4ヶ月ぐらいかな、来年の頭に名古屋市長選があるのでね、あ、はいはい、名古屋市長選がどうなるのかっていうのね、ちょっと、そう、あの人を再選させるようだといけないと思いますよね。毎年9月1日になるたびに朝鮮人大虐殺の話を蒸し返して書いてるんですけれども、あの90年ぐらい前に実際に普通の民衆が隣人である在日の外国人を集団で虐殺するみたいなことがこの国であったんだって信じられないことをびっくりして本で読んだりしたんだけど、でも私はこの 4,5 年今度もしああいう地震が起こったりしてああいうデマが流れると実際に殺す人たちはいるんだろうというふうに間違いなく思ってますよ。あの手を下す人間たちがいるような世の中に我々今生きてると思いますよね。でもそれは本当にそうですね。僕だから愛知の話で言えば、うん、あの8月の3日でああいう伝統の攻撃があって、はいはい、そしてその2週間前にあの共和人の、ね、放火事件があって、うん、でガソリンは誰でも簡単に手に入るっていうような状況があった時に、うん、これ以上やっぱり憎悪が煽られたら本当にそれをやりかねない人がいる、うん、多分今のネット社会はそういうところまで来てるっていうふうに、まあ、ずっとやっぱ追いかけてきたからこそそう思ってた部分が僕もあったので、うん、まあ、そこはまず一旦引くしかなかったっていうところもあるので、いやだからやっぱりそのガソリンがどうのこうのっていう脅迫は口だけかもしれないけど、でもどうせ口だけだよっつって乗り越えられるような危険ではないです。そういうリスクじゃないですよ。あれやっぱりね、あそこは悔しいけれど思いとどまらないと、でその
脅迫する側の人間からするととても都合のいいツールがたくさん揃っちゃってるんですよね。そうなんですよね。で、まあそれが起きた時にどうやって責任を取るのか、責任取れるのは僕しかいないので、うん、まあそこはもうやむを得なかったし、むしろでただそのまま再開しないで終わるわけにもいかなかったので、うん、まああれはだから75日間あることがね、僕の希望でしたね、うん、だから75日間とまだ開始3日で終わったので、とにかく終わりまでに何か体制を整え直して、うん、あの再開をさせるしかないっていうところだったんでね、うん、まあ、 あの結果的には再開できてよかったんですけど、ただやっぱり再開中してた最後の1週間はもうそこでとにかく怪我人が出ないようにするっていうこと、うん、もうそれが出たら本当に終わりだと思ってたんで、もう、うん、あの人生あれはだからね、結局ああいう、まあ、次どっかで取り柄になれ、鼻炎になれみたいなものがあった時に、その監督を引き受ける人間がいるのかっていう問題にもなっちゃうと思うんですよ。だって何かあった時に責任取る人間として、あらかじめのその船のへさきにくくりつける犠牲のなんとかみたいな役割になっちゃうじゃないですか。あの処女航海の時に生贄として捧げてぶっ殺す人間みたいなものになりかねないわけですよ、うん、で、なんか いろんなことがあった時の責任を取る回路っていうのが組織の中になくて、外部から招聘したなんとか監督みたいな人に取らせるみたいにする安全策で、あのなんか物が動いちゃってるっていうことは、別にそうするつもりで外部から招いたんじゃないと思うんですけど、ただ結果としてそうなってしまうのは、あの種の匿名の人間による突発的なテロの恐れっていうものに対する備えだったり危険回避の知恵っていうのがまだこの社会ではきちんと編み出されてないからだと思いますよね、うん、はい、こちらも面白かったですね。これもやっぱり、まあ、小田島さんの真骨頂というか、あの言われてみて初めて僕らも気づくというか、20世紀のクズ原稿は面白みゼロでも情報もゼロだった、21世紀のクズ原稿は面白みゼロなところは同じなんだけど、中身にはウィキペディアから引き継いだ情報がたっぷりと詰まっている、空っぽよりさらに愉快だと思うっていうですね。そう、あのウェブに出てくるクズ原稿で情報だけそれなりに詰まったクズ原稿って今出てますよね。昔のクズ原稿って本当に中身も何もあらしなかったから分かりやすかったんですけど、一応中身あるんですよ。それがね、あのなんて言うんだろう、ライターっていう商売を疑似的に65点までは取れちゃうっていう商売にしちゃったっていうのは、なんか大敗を招いてる気がしますよね。これでもあれですよね、なんていうか大事なのはこれ2014年9月のツイートじゃないですか、はいはいはい、こうやっぱり優れたコラムニストの、まあ、炭鉱のカナリアっていうので言うと、いろいろ予言しちゃうってことあるじゃないですか。はい、かつて書いたことがあの予言してしまったみたいなのがあったら、まあ、2018年に出た大ベストセラーの、まあ、日本国旗が、あそうですね、ウィキペディアのコピペだっていうんでね、話題になりましたけれども、が含まれてるっていうことでね。まあなんかまさにもう4年も前からそういうものが登場すること。だから歴史家でも何でもない人間がちゃんと文献を当たったわけでもなくて、ウィキペディアから引っ張ってきたものをコピペしてるだけで、それらしい本ができちゃうっていう風になってしまったわけですよね。うん、これはね、だから日本国旗 あの騒ぎを受けて書いたツイートではなくて、それで4年前だったっていうのがポイント。これを書いたら日本国旗が出てきたっていうわけですから、まあ、もしかしたら100ため読んだのかもしれないですけどね。これを見て。あ、そうか、やれるんだと思ったら、はい。そして、まあ、ちょっとね、2019年8月3日のツイート、これはまさに、ピンとくる人はピンとくるでしょう、うん、去年 の8月3日、アイチトレンナーレがまあ大炎上して、この日を境に、はいはいはい、表現の不自由展が、ね、中止した日で、まあ、小田島さんは、まあ、アイトリの固有名は1個も出すことなく、うん、多分アイトリに触れたことを書かれてますね。あ、これすごく遠くから応援の石を投げてるアイトリの期間中はあまりにも燃え方がひどいんで、俺、うん、駆けつけるとかえって炎上するんじゃないかつって炎上して声が出せないでいたんですよ。だからこういう非常に遠回しなところからちょっとだけ見てるからねっていうぐらいの
メッセージを出すのが精一杯だったんですよね。あ、でもこれは僕ももちろんあの当時リアルタイムで拝見して、うん、あのすごくありがたかったですね。むしろその、うん、あの煽って戦え、まあ、結構坂の人とかが、うん、あの要するにこの中止したことに対して覚悟が足りないだとか、うん、いや要するに警備強化してればいいじゃないかみたいな。戦えっていうのも責任ですよ、あそこでね。でもだからでもこれはすごく小田島さんのメッセージ僕にこれは届いて、うん、染みましたね。他者の本源を踏みにじった歴史に直面することが、自国民の尊厳を踏みにじると考える人たちの自尊心は、他者の尊厳を踏みにじることによってしか防衛できない何かなんだろうかっていうね、まあ、まさに、まあ、河村市長にね読ませたい、文面で一瞬だから循環表現になってますけど、自尊心ってそういうもんですよね、うん、そうですよね、確かにね、はい。そして、アートに政治を持ち込むなとか、音楽に政治を持ち込むなってなことを言ってる人たちに言いたいのは、持ち込むとか持ち込まない以前にあらゆる表現は余儀なく政治的だということです。だって人間が自由になりたいと思うこと自体がすでにして政治的な願いなわけだし、うん、というですね、持ち込むっていう言い方も本当変なんですよ。で、人が政治的になるわけじゃなくて、人って生きてるだけで政治的な存在だっていうことに対する理解が足りてないんですね、きっとね、うん、はい。で、まあいろいろと、まあ、あのまだね、本当にこの本全部で何ページだろう、そう結構ありますよ、300ページ370ページ、366ページあります、ね、1日1ページずつ読むと1年で読めるという、そういう作りですね。うん、あとだからこの本がいいのはなんかあれですよね、そのあっていう、あのパッてどのページを開いてもまあ1ツイートで完結してるから、そうそうそう、だからパラパラ読んで、あの頭から順番に読んでかなくても時々あのなんでしょうね、ランダムに開いてそのページだけ読んでまた置いとくみたいな、あの置いとき方ができるんじゃないかなと、うん、だから例えば僕なんかだったらまさに相取り一番大変だった時期に小田島さんどんなこと言ってたかな、はい、みたいなことを振り返ってみたりだとか、うん、あとはやっぱりあの2015年とか安保法制をやあの議論してる時にどんなことがあったかな、うん、みたいなっていうふうに、うん、だから自分にとってその、あの大事な時期とか思い入れのある時期とかに、そうですね、ちょっと年表みたいな気味もあるっては、時系列で並べ替えてるとそうなってるところもありますからね、うん、じゃあそれを見ることで、その時にやっぱり小田島さんの言葉で自分がその時に感じていたことでも、うん、やっぱりなんかその感じたことって人からなんか言ってもらうことによって自分の考え方が定まるってところあるじゃないですか、うん、なんかそういう使い方もできるんだろうなっていう気がしましたね。そうですね、あの私なんかもあの1984年ドイツだったんだろうっていうことを一番思い出す様子があって、その年のヒット曲だったりしますよね。あの、ああそうか、スリラーが流行ってた頃だっていうのが分かると、なんかその音楽とともに自分が過ごしてた景色が浮かび上がってくることがありますけど、ツイートなんかも時間が経ってみると、ああこういうツイートが流れてたんだっていう、その時々のタイムラインとそれを眺めてた自分っていうのが立ち上がってくると面白い読み方になるかもしれないですね。これあと、まあ、この本でね、まあ、最後にね、武田さんからの、小田島さんでのインタビューが、ロングインタビューが、いや、このインタビューも、なんていうか、力が抜けてて、すごいいい加減なインタビューだなと思って。そうですね、やっぱり年が20年ぐらい離れてると、私も緊張なく話せるんですよ。うん、なんかやっぱり、この年になると、年下の人間の方が話しやすいってことが、だんだん出てきますよね。長いことなんか業界で下っ端やってた自覚がもう60になるのにまだ抜けてないんですけど、いい加減俺も大御所だったりベテランだったりっていうところにいるのかっていうことの意外さとともに、武田さんみたいな何て言うんだろうな、仕事のできる若いやつと話すのっていうのは刺激になりますよね。なんかね、あれですよ、よく武田さんがね言ってるのが、小田島さんが断った仕事が全部俺に来るって。いや、そんなわけでもないですよ。うん、一個ね、チャットで質問がありました。はい、佐哲さんとのこのトークイベント、うん、これそうそう、オンライン配信にならないのか。11月1日にどっかでやる、再度でやりますよ。これ、なんかオンラインで見たい。うん、オンラインできっとね、なんかやるはずですよ。
あ、そうなんですね。うん。ぜひ、じゃあ皆さん。なんかだって人間は30人ぐらいしか入れないそうですから。ああ、まあ今ね、コロナだから。あとね、やっぱり、まあ、この本、後書きでも触れられているみたいにですね、ぜひ、やっぱり、いろんなお笑いツイート。あ、そうそうそう。これが重版がかかるようだったら、そのお笑いツイート集ってやつを続編として、まあ、小さい本になるかもしれないけど、出したいですよね。まあ、その9割亡くなった中での、そういうおバカツイート、不謹慎なツイートをまとめた、再刊のバカを出したいって。そうですね。ぜひ。これだからなんかね、まあ、小田島さんのご本の中で、まあ、後書きをまあ割とさらっとしているものが多いなっていう印象があるんですけど、うん、その中でも特に今回はさらっとしてるなと思うのは、まあ、やっぱりなんか本物の、ね、中身がもう結構充実してるから、うん、あえてなんか付け足すこともないっていうそうですね、よろしくないぐらいな感じですよね。うん、あとね、やっぱり僕この最後にね、ちょっとこの話したいなと思ったのが、武田さん、哲さんとのインタビューの、まあ、最後の問答のところで、まあ、そのツイッターがどうなるのか、で、ツイッターという場所で希望的な観測を探すと、まあ、ツイッターの論壇は信用していないと。だけれども、大喜利の場としてのツイッターというのはまだまだ先があるということ。まあ、生き残ってるのはそこだけであるっていう、まあ、確かに、まあ、多分それが僕も田島さんもツイッターをやめられない理由でもあるのかなと思うんですね。そう、だからこれツイッターだけに限らず、やっぱりインターネットっていうテクノロジーに対しての、うん、まあ、なんだろう、絶望と希望両面僕らにあるみたいなのありますよね。ああ、そうですね。なんか友達の下宿に 5,6 人で集まってテレビ見てた時のあの感じっていうのかな、大勢で一個の 座の中にいて、集合的に文字でもって遊ぶんだよっていう遊び方っていうのは、実はツイッターの替えのきかない機能の一つなんじゃないかなと思ってるんですけどね。なんか怒った時に誰かが面白いこと言って、それに乗っかってもっと面白いこと言うやつがいてっていう、あのほんの30分ぐらいで終わってしまう大喜利の流れっていうのは、他じゃちょっと代行できないものですよね。これ、まあ、この再刊の歌が書かれてた時期っていうのは、なんていうか7年8ヶ月のね、安倍政権と、うんうん、まあ、ほぼ、あ、というか全部含んでいるわけですけれども、まあ、まあ、その安倍、まあ、ある種、その安倍政権下における、まあ、日本とかメディアだとか、まあ、ネット社会だとか社会のあり方みたいなものの多分空気感がすごく、田島さんの、まあ、ツイッターを通してパッケージされているのがこの本だと思うんです。で、まあ、ある種このやり方でね、すごくいい本が作れるというと、まさにここから先もツイッターを続けられて、いろんなことを、ね、そうですね、どうなんですか、やっぱ菅政権になって、うん、まあ、安倍政権を継承と言いながらだいぶより悪い方向にね、なんかある感じで復活してる感じもあるんですけど、安倍さんを懐かしがるようなひどい世の中が来るのかという冗談を言ってたら、そうなって いつつありますからね。だからその安倍さん、お人よしのロマンチストのアマちゃんだった安倍さんとは違って、いい意味でも悪い意味でもこわもてのなんて言うんだろう、中間管理職タイプの実務派の人間がトップに立ったってことの怖さっていうのがこれから出てくるんじゃないでしょうかね。うん、まあ、そうするとまた小田島さんは、まあ、コラムでも、そしてまたツイッターでも、うん、そういうものに対してやっぱり抗っていくっていうのは、ジャブジャブ水をかけないとしょうがないですよね。はい、どうでしたか、まあ、今日いろいろお話伺ってきて僕も非常に楽しかったんですけど、なんか言いたいなかったこととか、はい、あるいは、まあ、もうチャットとか見てると、この放送終わったら本屋行って買ってこようなんていう声なんで、うん、あ、そうですか、ありがたいですね。ぜひ放送を見てくれた方にちょっと、本のなんかね、最初に言いましたっけ、俺本をツイッターって縦書きにすると別の景色が見えてくることがあるんだっていうのが今回の発見だったんですよ。同じ言葉でも横に書いてあるとツイッターだと思ってザーってスクロールしてっちゃうんだけど、頭の中で、で縦の文字ってスクロールしないんですよ。だから少し頭の中に残る、なんて言うんだろう、その残像の時間が長いんだと思うんですけど、だから俳句だとか短歌でも縦に書かないと
味わいが分かんないっていうのは、これもしかしたら日本人の脳の不思議なのかもしれないですけど、うん、この本は縦にしたことによって割とどうでもいいツイートにもちょっと味わいが3割増しぐらいになってるところがあると思ってます。だからね、いろんな人がその自分のツイッターログを本にしてきましたけど、うん、まあなんか分量的にも中身の濃さ的にも、まあ、そこのアペンディックスみたいなね部分でも、まあ、武田さんとのね話とかも含めて、すごく、あ、なんか僕はツイッター本のようやく決定版が出たなっていう感じが、まあ、これからこれが標準になっていろんな人のツイッター本が出てきて比較検討して見比べて面白くなったりしてったら、出版界も少しはちょっと楽しくなる気がしますよね。ね、なのでそういう意味でもぜひね、うん、この本売れて増刷して、そうですね、で第2弾がね、後追いが、他の人たちの後追いが出るためにもこの本が売れた方がね建設的だと思います。はい、ということで、はい、本日は、この再刊の歌は今日発売ですので、はい、ありがとうございます。お買い求めいただければなと思いますけれども、その著者、コラムニストの小田島隆さんにお話を伺いました、はい、小田島さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ということで本日のポリタス TV はここまでとなります。明日も午後7時から放送するんですけれども、明日はですね、実は午後に日本外国特派員協会で、あれですね、日本学術会議の任命拒否された6名の学者さんたちがですね、まあ、オンラインとか直接とか、あとビデオメッセージとかも含めて6名の方が記者会見をして、まあ、この問題について述べるということがあったので、僕も記者会見に行って取材してきて、まあ、その模様なんかをレポートしようかなと思っております。皆さんご視聴ありがとうございました。また明日お目にかかりましょう。さようなら。ジャーナリストの津田大輔です。平日午後7時から放送しているポリタス TV、 番組開始から3ヶ月経ちました。さまざまなテーマとゲストでお送りしてきましたが、今後もタイムリーに注目すべき人、物、ことを取り上げるために放送のアーカイブを有料化することになりました。気になる金額は月額税込みで730円、生放送でご覧いただく場合は今後も変わらず無料でご覧いただけますのでご安心ください。なんで有料化するのか、番組制作やゲストへの謝礼は僕一人の持ち出しでやってたんですよね。ポリタス TV を始めてから3ヶ月自分の中で手応えがありました。このまま番組を続けていくことで既存メディアでは取り上げられない話題、そしてちょっと複雑で分かりにくい問題への理解をもっと広めることができると思ったんですね。そこで僕一人という形ではなく、視聴者の皆さんと一緒に番組を作っていくようなことができないかと考えました。もちろん有料会員の方には特別なコンテンツを準備しています。より良い番組作りのためにぜひご登録いただけると嬉しいです。津田大輔でした。